皆さんこんばんは。あつ森初心者の元男の子の青木かのんと、そば食べる直前の渡辺です。今回は初動物の森ゲーム実況をやらさせていただきます。先輩の皆さん、お手柔らかに。今まで私は動物の森をですね、小学校の時にお母さんがやっているやつをちょっといじらさせてもらったみたいなぐらいなんですね。なので、お素人の私が動物の森をやっていこうと思います。これ知ってるよ？豆吉。タヌキチじゃなくて豆吉なんだ。こんばんは、ようこそ。こちらは、無人島移住パッケージの鉄水カンターでございます。そして、僕たちは、この移住パッケージのガイドを務めております。たぬきちカーズと、まめきちだ。つぶきちでございます。かわいいな、喋り方。僕たち二人も、お客様と共に、島に渡り、暮らしのサポートをさせていただきますので、末永くお願いいたしますね。それでは早速ですが、無人島へ移住するための準備を今から進めてまいります。何？最初にお申し込みを確認いたしますので、お客様のお名前とお誕生日を教えていただけますか？じゃあ、どうしよう。青木でいっか。どう？青木って。おになっちゃったよ。違う。青木。名字なんかシュールっぽくない？うん。スタート。青木さんでよろしいですか？はい。OK。誕生日は、こんなにか弱く見えるけど、獅子座です。獅子座ってのが強そうじゃない？はい、8月13日 OK です。青木さん、青木さん、と。はい、確認できました。今度は青木さんのお写真を撮らさせて。え、写真？え、何？暮らしの音といてるのはこちらのありがとうございますので。せっかくですから、なりたい自分になっちゃう感じで、お好きなだけ叩いてくださいね、だって。はいはい。え、どっちがいいかな？そりゃ、女の子じゃないですか。何笑ってんだよ。ボルンズリー。おー、なんかすごいぞ、これなんか。うん、ね、なんかウクレレ弾いてそうだけど。じゃあちょっとね、美白に憧れてるんで、一番し、おー、なんかイメージ変わんな、めっちゃ。はい、スタート。え、待って。違うよ。あ、そっか、右上に、あれなんだ。髪型とかいろいろできるんだ。ほらほら、R ボタンで。はい。え、何の髪型がいいかな？一番近いのどれ？でも。右下じゃん。ふざけてた。だったら、うん、上の段の右から2番目。だよね、うん。意外とレパートリーあれなんだね。これから増えていくのかな？うん、それ。多分、蜂に刺されたの顔してるけどね。めっちゃラブと思うよ。ね。視聴者さんにお前似てねえよって言われそう。え、渡るの好みはどれ？いや、その真ん中の下だ。これ？うん。なんか眉毛みたいにない、うん、眉毛あるとなしだとどっちがいい？ある方がいい。人っぽいじゃん。鼻は丸の方がいいな、なんか、うん。ちょっとなんか人間っぽいもんね、こっちの方が。口。目を出さないの？これ、羽。あ、そうか。これ？うん、それだね。はい。相手はっていいね、そのまま。ね、うん。チーク。あ、かわいい。こっちの方がいいな、なんか。決まりました。似てるでしょ。めっちゃ吸うな。OK です。OK です。おぉ、とてもいい感じだと思います。です。では、この写真で登録させていただきますね。はーい。次は、これから移住する島を相談しながら決めていきましょう。シューン！まず、はじめに。ちょっと声統一しよう。当初の無人島移住パッケージの特徴は、四季の流れる環境で、季節の変化を楽しんでいただけることができます。そのね、季節の流れ方が異なる。もういいや、もういい、もう諦めた。北半球と南半球の二つのエリアに、島をご用意しておりますが、新生活をスムーズに始めていただくための、これまで慣れ親しんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。だって。なんだろうな。ちなみに今、青木さんがお住まいの場所はどちらなんですか？日本です。はい。日本にお住まいなんですね。どうで日本語が。当たり前だろ、日本語上手だわ。やるな、まみきち。とにかくそういうことでしたら、青木さんには日本と同じ、北半球の島への移住をお勧めしますが、いかがでしょうか？え、どうしよう。なんか南国っぽいの南半球だよね。
でしたら南半球にある無人島の中から実際に移住する島を選びましょう。いくつかの島の地図を用意してありますので、移住したい島を選んでください。なお、どの島をお選びになっても無人島は無人島ですので、何もありません。住みやすさなどに対して違いもないので、島の形の好みやフィーリングで選んでいただいて問題ないです。だってそれでは地図をお見せしますので、この中の好きな島をお選びくださいませ。ほう、え、何がいいかな。え、なんかこれ変わった島だね。で、中洲がある。じゃあこれにするわ。一番なんか綺麗、形が。これにします。 OK です。はい、青木さん、山口の新生活のお題もこれで決まりましたね。お、アテンションプリーズ。お客様にご案内です。たぬき開発無人島移住パッケージチャーター便はただいまご搭乗の準備が完了いたしました。いたしました。お客様は速やかにゲートまでお越しくださいませ。すげえ、なんか本物みたい。ちょうどいいタイミングで飛行機の準備も終わったようですね。では青木さん、一緒に出発しましょう。出発進行。なん、どんな感じで出発するの。すごい、なんか英語かっこいい。グッドイブニングエブリワン。本日は無人島移住パッケージチャーター便へのご搭乗誠にありがとうございます。到着までの間、無人島生活のイメージ映像をご覧になってごゆっくりごつる。アナウンサー、もっとね。いや、恥ずかしいわ。なに、どんな感じ。おお、やば、めっちゃ綺麗。貝でか。あ、そこ。え、すごくない。うん、え、それでかでかい。なんかちょっと今この世の中のさ、ストレスから解放されそうだね、これ。おお、すごい街だ。なんじゃこれ。なんかあの、え、ドラえもんのあの空き地みたいなところあるよ。蝶々、さくらんぼ、花、枝が落ちてた。さあ、え、人間一匹だけ。皆さん、長旅お疲れ様でした。着いたばかりのところ申し訳ないのですが、皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けさせていただきます。近くにうちの社長が待機している広場がございますので、まずはそこまで移動お願いします。はい、それじゃあ案内しますので、Lスティックで僕たちについてきてください。はい、出るね。はい、え、足音かわいい。ペタ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 。邪魔してやれ。助かり助かり、はっけなかった。はい、これがたぬきちさん。お、引く。こっちか、本家は。はいはい、ご苦労様でした、ダウナモノ。言いにくい、言いにくいぞこれ。ではどうもどうも、皆さんようこそ、ダウナモン。僕はこの無人島移住パッケージを企画したたぬき開発と社長、たぬきちと申します。たなも、今日から皆さんはここで一緒に無人島生活を始めるだなも。とはいえ、これはあくまでもパッケージプラン。皆さんが楽しく安全に暮らせるよう、僕たちスタッフも住み込みでサポートさせていただくだなも。お、慣れてきたぞ、言い方。ということで、まず皆さんには寝る場所の確保をお願いするだなも。で、笑わないで、笑わないで、真面目やってんから、こっち真面目やってんですよ。営業妨害ですよ。次会うときは、校庭で。僕は、不動産業もやってるから、無人島に立派なお家を建てられることもできなくはないけど、せっかくの無人島の暮らしを存分に味わってもらえるよう、今回はテントを用意させてもらっただのも。あれだよね、笑っちゃいけないとかそういうんじゃないの。わかんない。多分そうかも。ここにいる、ももきちか、つぶきちからテントを受け取って、好きな場所に帰ってきてちょうだい。あ、入ってきたじゃん、貼ってきたじゃん。貼ってくるんだな。あ、そのテント、ももきちか、つぶきちから受け取ってね。はい。じゃあ、この、子分たちに。はい。こちらに青木さんの分のテントになります。はい、受け取ります。聞いた場所が見つかったら、X のポケットからテントを選んで貼ってください。X ね、はい。ある程度のスペースが必要なので入るかなと思ったら、とりあえず広げて試してみてください。それからこの島の地図もお渡ししておきますね。はい、わかりました。地図、
テント張り終わったらそちらの地図を頼りにここまで戻ってきてください。はい、わかりました。では行ってらっしゃいませ。了解しました。張ってきます。おお、なんか癒し音楽。見て見て見て、渡るくん、どうよどうよ、すごくない？地球は丸いってわかるね。あ、すごい、こういうアングルできる。なにこれ、ゲームキューブ用のコントローラーなんですけど、 C スティックでこうやってできるわ。面白。じゃあ張ってくるか。どこ行くかな。お、なんかいた。生意気だな。いや、おいらはチョスってんだ。これからよろしくだ。とかな。どうだ、いい場所は見つかったか。おいらは自然を感じられるとこにテントを張って心と体を鍛えようと思ってんで。あー、なるほどね。ちょっとね、もうキャラがね不安定すぎてもうやばい。どうしよっかな。多分チャスがあそこに置くとしたら、私はもうちょっと別のとこに置きたいですね。あ、ここじゃない。やば、ここめっちゃ危険じゃん。これ X ボタンで、はい、テント、はい。斜面が近すぎて十分なスペースがないよ。どうしようかなー。あ、もうここでいいか。あ、めっちゃいいじゃん、ここ川が近いよ。ほら見て、釣りもできるし、ここいいね。じゃあここにします。じゃあ X ボタンで。カエルいるし。カエルいるの？お父さん聞こえる。ほんとに？ここにテントを張ろうかな。ここに決めちゃう。かわいい、自分のテント張った。無人島生活の第一歩だ。いいの？かわいい。あ、青木さん、もうテント張り合ったんだもんな。それ無理だ。他の二人が戻ってきてないからまだ場所を探してると思うんだよね。ここで待ってても退屈だろうし、手伝いが必要な人もいないか様子を見に来てもらえると助かるだな。もう、じゃあちょっとさっきのチャス、子分、私の子分にさせる予定のチャスにちょっと行ってきます。よっ、青木山、テントは張ったのか。おいら、自然を感じるとこにテントあって心と体を鍛えるつもりで、例えばこの辺りなんか良さそうな気がしてんだけど、青木はどう思う？そうだな、良さそうだね。お、おすげえ、なんかすぐに納得してくれた。じゃあさ、ちょっと一緒に、あ、じゃあ、イメージしてみようぜ。ここにおいらのテントを張ったら、こんな感じだと思うんだ。とかね。いいんじゃない？いいと思う。へえ、そうだろ。お前に言ってもらえて、なんか安心したよ。よし、オイラの住むとこ、ここにするぞ。とかな。いいんじゃない？顔に似合わず結構やんちゃなんだな、喋り方。実はどうしようか迷ったから助かったよ。もう一人のレイラの方はどんな感じなんだろうね。もしかしたら、オイラと同じように迷ってるかもしれないし、様子を見てってくれ。了解です。ちょ、ほんと喋り方の癖直さない。あ、てか B ボタンで走れるんだ。てかいたし、レイラかわいい。かわいい、ペンギンじゃんね。かわいい、これモコモコのセーターかわいい。あんたは確か青木って名前だったよね。うちはレイラだよ、よろしくちゃんよ。うちはフィーリングで決めようと思ってんだけど、どこもういい感じだから意外と悩んじゃってね。とはいえいつまでも悩んでられないし、そろそろこの辺りで決めちまうかとも思ってんだけど。決めちゃう、魔王かっていう口調するんだ。へえ、青木はどう思う？良さそうだね、いいと思いますよ。本当かい？じゃあちょっとうちの脳内シミュレーションに付き合っておくれよ。お前そこまで知能あったのか、ペンギンのくせにって。この場所にうちのテントがあったとしたら、いいんじゃない？こんな風になると思うんだよね。すごい、さくらんぼ食べ放題だ。いいんじゃないですか、いいと思います。よし、この場所はうちがもらった。いいよいいよ、あげるよ、譲るわ。あんたのおかげで心が決まったよ、ありがとうね、じゃんよ。っていうか、もしかしてもう一人のチャスのことをいっぱい手伝ってあげたのかい？そうですよ、好感度アップですよ。あんためっちゃいい人じゃないか。島に着いた直後は人数が少なすぎて正直不安に思ったんだけど、青木みたいな人と一緒に暮らし始められるんだったら安心だよ。おっと、他のみんな渡してるかもしれないし、うちらも平間に戻ろうかね。てか思ってんのが、なんでみんな無人島生活始めたんだろうね。皆さんお帰りだな。もう気に入った場所は見つかったかな。まあとりあえず寝泊まりしてみて、不便で感じてくることあればまた相談してくれたらいいだな。もう
さあさあ、それよりこれで別に寝る場所も確保できたわけだし、今日は親睦会を兼ねてこの広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。もちろん無人島生活らしく必要なものを現地調達するだもん。ん、青木さん、集めてくるものを相談したいから僕に声をかけて。ちょっと、はい、わかりました。やばい、何、私のことが気になってるのかな。ほい。さてと、青木さん、まずは火を起こすときに使う細めのアイナウンス拾ってきてちょうだい。僕があらかじめ集めた分もあるから、そこら中に落ちてる木の枝をあと10本拾ってきてくれたらいいだな。もう、ワイで足元のものは拾えるから、木の枝を見つけたら近づいて拾ってちょうだいね。僕は待ってる間にこの芝の木に生えているさくらんぼらしき実の正体を調べておくだな。もう、じゃあよろしくだな。まあ、よし、行くか。じゃあ木の枝拾いますよ。さあ、木の枝拾いチャレンジ用意スタート。はい、 Y ボタン、 Y ボタンね。はい、1個目拾うスタート。お、青木さん、どうやら無事に木の枝を休めてきてくれたみたいだものね。それじゃあ一旦こっちで預かっておくだな。もう OK です、ミッションコンプリート。うんうん、無人島移住を希望する人だけだってさすがに仕事が早いだな。もう、じゃあ次は食べ物の調達だな。もう、木の枝を集まってもらってる間に島の木になっている実について調べておいただもの。さくらんぼに見えたあの実は点々点。おー、正真正銘、まぐれもないさくらんぼと出ることが分かっただな。まあ、ということで青木さん、今度はさくらんぼ人数分の木を収穫してきてほしいだもな。容量のいい青木さんには説明は余計かもしれないけど、さくらんぼになっている木を A ですって見落としてから拾えばいいだな。もそれじゃあもう一走りよろしくだな。もはい、もう6個ね、6個。どうやらさくらんぼの方も問題なく収穫できたみたいだもんね。それじゃあさくらんぼも預かって大急ぎで準備を進めるんだもん。どうやってキャラを安定していきましょう。どうも、まさるくん。まあいいんじゃない、自分がこうだって思うもので。さてさて、これで準備は整っただもん。それじゃあキャンプファイヤーに点火します。みんな心中一緒だね。ね、人間がさ、めちゃめちゃちっちゃいのことになるよね。お、宗教に見えてきた。皆さん、改めまして、ようこそなんだもん。これまで、いろんな土地で商売や不動産業、うわ、めっちゃエリートじゃん、たぬきち。たぬきち開発、そういうことか。この無人島移住パッケージは僕のこれまでの経験の集大成として立ち上げた一大一世の新ビジネスなんだもん。ビジネスね、すごい、無人島なのに。当初の計画よりは少ない人数のスタートになっちゃったけど、まあこれでもこれぐらいの人数で始めて、ここから徐々に広げていく方がやりがいもあるってなんだもん。というわけで皆さん、この無人島の一員として、あれ、よく考えたらこれだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べないだもん。確かに、確かに無人の無ね。ね、そうだなもん。僕たち最初の住民でこの島に名前をつけるだもん。一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるんだもん。今から少し考える時間をあげるから、みんなが考え終わったらせーので発表するだもん。いや、重要だね。なんだろう、センスだね。島の名前でしょ。したら名字がさ、青木じゃん、うんうん、名前がね。したら青木アイランドとかになっちゃう。カノン島でいいんじゃない、うん、まあ、キャノン砲みたいな。キャノン砲みたいな。あ、でもだって通信で知らない人に見られる可能性もあるだって。したら、まあ、青木カノンの方がいいか。青木カノン島。うん。どう？確かに。共有しやすい。ね。OK、青木カノン島で。はいはい。そろそろいいだろうな。じゃあ、みんな一斉に名前を発表するだろうな。せーの。やる気の。ポンポコプクプク気合い青木カノン、モリモリーだって。モリモリーなんか、うるそう。うんうん、みんな見事にバラバラだ、どれもとってもいいだな。この中からどれにするか順番に名前を言うから、参戦なら拍手をするだな。もじゃあ異色のネーミングセンスが光ってた青木かのんさんの提案からいくだな。も青木さん、提案の名前は青木かのん。はい、青木かのんです。よろしくお願いします。
満十七年、満十七年。うわ、すげえな。おっと、いきなり全員が拍手した。すごいだな。全員が賛成ならもうこのアオカノンで決定しちゃっていいだな。はい。すげえ、もちの論だって。じゃあ、今日から、この島の名前アオカノンで決まりだなも。ちなみに青木さん、島の呼び方は青木カノン島、青木カノン、島、青木カノン島のどれだろうな。そうだな、青木カノン島の方がいいよね。なんかカノン島でなんか言いやすくない？うん。ね。うんうん。じゃあ、今日からここは青木カノン島ということで。それじゃあ青木さん、青木さんはこの青木カノン島の名付け親ということになるので、今後も青木カノン島の重要な決定は、青木さんに相談してもらおうと思うんだな、もー。もう島民代表だって。イエーイ。青木さん、島民代表に就任した挨拶として何か一言お願いできるだろうな。じゃあ、頑張ります。頑張ります。すげえな、めっちゃいい奴らじゃん、みんな。さて、無事、島の名前と島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃったけど、今から乾杯するだろうな。お、飲むの？皆さんグラスを手に持ってるだろうも。すげえな、いきなりなんか、私がめっちゃ代表になってる、島民代表の青木さんに取ってもらった、さくらんぼを作ったフレッシュジュースだって。さくらんぼジュースすごいじゃん。うまそう。ね、普通にうまそう。しかもコップがおしゃれだし。乾杯。乾杯。乾杯。なんかいいね。いいね。え、なにこれ。うわ、CM で聞く音楽。え、めっちゃ可愛いんだけど、このタンバリンとか。可愛くない？え、可愛い。背後から。青木さん楽しんでくるのは？今日は夜通し家を炊いてるから疲れたらテントに戻って休んでくれていいだろう。休もう。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。お疲れ様でーす。じゃあこれ私が置くだって。何何？キャンプ用のベッドだって。テントの中で広げたら休んでね。あとテントの中に置いてある箱の中身は支給品のキャンプ用品だから開けて自由に使って。へぇー。箱を開けたり物を使うときは A で、ベッドに横になりたいときは、L スティック。はい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 。L スティック。 L じゃない、 L だ。寝転がればいいだな。もう明日からは本格的に島の暮らしが始まるわけだし、今日はゆっくり休んでちょうだいね。それじゃあ、お疲れ様。じゃあ、寝ます。ちょっと話かけておこう。おやすみ。まだ会ったばかりなのに、こうやって一緒に火を囲んでると、昔からの出汁見たく思えてくるね、ジャイヨ。はいはいはい。そうだね、確かに。かわいい、この猫も。めっちゃ満面ない笑みなんだけど。これからどんな島になっていくか、俺たち次第なんだけどね。長くやっていこうぜーとかだな。めっちゃ顔に似合わず、なんか、すげえな。初、自分のマイハウス。どんな感じなんだろう。なんもないんだけど。やば、なんもない。あ、これで回せんだ。やば。おぉ。A ボタンなんか動いた。おぉ。したら、ベッドを置かなきゃいけないよね。っていうことは、じゃこれ一回しまおう。一回しまって、この横並びに置いとこうかな。これで、うん、この、とりあえず最初は、こんな感じでいいか。で、キャンプベッドをここに置きます。で、これ持って、はい。おー、見て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 、これ見て。お、お、まだ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 。よし、オッケー。じゃあこれで横になっちゃおうかな。お、乗れた乗れた。めっちゃワイルドな。こっちだったらバネがパイーンってなっちゃうね。このままそこに眠っちゃう。眠ります。うとうとしてきた。なんかすごいシュールでめっちゃ可愛い。もうこれ私、引きこもり生活始まんな。これ家の中にいていいじゃん。だってこれ外に出るような感じできるからさ、こっちで。疑似的に。え？青木さん。おい、青木さん。起きてるんだもんな。起きてたらちょっと外に出てきてほしいな、もう。起きた、起きた。てて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 て
なになになに、なんで起こしてきた、たぬきち。しかも夜。夜中よかった、奥さん無事だったんだもんね。テントに戻って、え、そうなの、丸一日おうち寝てたの。やっかね、よかくないのに心配したな。え、そんなに新しい環境に体が慣れてなくて疲れちゃったかもしれないだもんね。それはそうと、今日から本格的に暮らし始めるにあたって移住者の皆さんに大事なものを配りに来たんだもん。なに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 、まずはこれはどうぞ。すげえな、ドラえもんじゃん。え、どこ DS？ あ、スマホなんだ。今回の移住パッケージのために開発した我が社オリジナルのスマホ。すげえ。欲しいわ、たぬき開発するスマホ。あ、ブスチェックしておきたいから、ちょっと電源入れてみてくれない？すげえ。え、スマホじゃん。リアルスマホじゃん。ようこそだって。おもてなしやな。しかも電波あるんだ、無人島って。ちゃんと電波も入ってる。入ってんのか。すげえな。じゃあ一旦閉まってもらっていいだもん。はいはい。ちなみに奥さん今までスマホ使ってるでよー。持ってるよー。じゃあ全然問題ないだもん。でもここではスマホが必要だから、すでに2台持ちお願いします。え、スマホ、あ、なるほどね。それじゃあ次に渡すもんだけど、なになになに、ん、書類？え、請求書？この機関通じなかったか。この移住パッケージの請求書なんだな。え、渡航費、人件費、設備費、スマホだ。スマホ勝手に渡して。やば、もろもろ合わせっか、めっちゃテンション上がってんじゃん。なおのたぬき。え、持ってないよね。払いません。え、奥さん、外はもうちょっとなんかあって何も戻せに来ちゃったもんね。やばいじゃん。まあでも心配いらないだもん。こんなこともあろうかと。このパッケージと移住費用を現金ではなく、前で支払っていただく特別なプログラムにご加入いただけるだもんな。え、マジで？そのまま？たぬきマイレージプログラムなんだな。たぬきマイレージプログラムなんだ。はい、マイル。ちょっとこの喋りが疲れてきた。まあそのままなんだけど、飛行機に乗ったり島で活動したりするとポイントが貯まるシステム。ええー。あ、そうだ。つまり島での暮らしを楽しめば楽しむほどポイントが貯まって、めっちゃいいね。移住費用も支払える。とってもお得なサービスだって。ちなみに移住費用は本来年金だと 49,800 ベルがかかるところ。マイルならなんと、え、5000マイル。めっちゃ安いじゃん。超安くなってるじゃん。とにかく青木さんはこのプログラムに登録させてもらったから現金ではなくマイレージ支払ったね。はい。具体的なポイントの集め方は私質問に入っているたぬきマイレージのアプリ。はい。それじゃあ僕はこの辺で失礼するだろうな。今後ともその機会をご利益に。なるほどね。じゃ普通に楽しめばいいってことか。新生活始まったら何をするのか自分がしたら自由だ。かわいいな。ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れてきます。画面右上の、何この、これが表示されてる間、オートセーブをしてますので、電源ボタンを切らないでください。あ、なるほどね。触らないでくださいか。また、マイナスボタンを押せば好きなタイミングでセーブしてゲームを終わることができます。はい。あ、めっちゃいいじゃん。ほんとだ。リアル時間じゃん。とりあえず、チュートリアルが今終わったところなんですけども、めちゃめちゃ面白かったです。また、これの続きをこのチャンネルで出していきたいと思いますので、ぜひご感想とかあればお願いします。よかったら皆さんからのアドバイスとお待ちしております。ということで、少しでも今回の動画が楽しかった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、あと、私とわたるくんが今やってるノートというブログみたいなアプリもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。